アイビースタジアムの中に入ってきました。向こう側グラウンドが開けてきています。わはは、は本当に久しぶりだ。やっぱり綺麗な球場です。このオレンジの座席も懐かしい。まあ、今日は日曜日なので平日と比べるとお客さんはね入ってるとは思うんですけども、お客さんの数も制限しながら皆さん練習を見つめていると。今選手たちウォーミングアップをしているんですけども、一番右側の方背番号31栗原選手わかるでしょうか。7番は中村晃選手で、19番甲斐選手、豪華な組ですね。このいわばドームではなくて屋外球場で青空の下太陽に照らされながら練習をしている選手をこの距離で見つめられるっていうのはもうこのキャンプの特権ですよね。あ、なんか面白いトレーニング始まりました。なんか鬼ごっこみたいなの始まりましたね。3人で手をつないで、それで鬼になったらまた手をつなぐんだ。うん、なんか今ね小学校の校庭を思い出してますよ。めっちゃ楽しそうなんですけど、なんと始まったのは手つなぎ鬼だったんですね。タッチされると鬼と手をつないで次の人を捕まえに行くっていうね、小学校でもよくやったような遊び始まったんです。このように秋は楽しみながら体力強化に努めるっていうことが多いので、選手の笑顔を近くで見たいっていうことは要チェックなんですね。地元の皆さんもこの時を待っていました。有観客で地元宮崎見られて今どんな気持ちですか。嬉しいですよね。本当見れるだけで幸せです。はい、来週受験です。来週受験キャンプっていうのは力になってますか。はい、どんな力になってる。やる気。今年子供たちが選手たくさん覚えたので。あ、そうなんだ。すごい喜んでます。そっか、はい、そうすっごい、いいぞ乗ってきた乗ってきた。将来の夢はプロ野球選手です。プロ野球選手になったらインタビューさせてもらってもいいですか。はい。ありがとう。そんな子供たちからこの日一番の視線を集めたのは日本の奥義の要、甲斐選手でした。甲斐選手がすぐそばです。うわ、近い。いや、下半身すごい。お尻と太ももみっちみち。あ、行くよ、勢いつけて。すごいですって。もうこれぞ日本一の強肩です。なんと 100m はあろうかという距離の遠投をもう笑顔でね、楽々、しかも正確に相手の胸めがけてボールを届けるんですね。さらに早い、やばい、全部揃ってました。拍手も起こってます。そう、代名詞の甲斐キャノンも披露。取ってからがもうとにかくめちゃくちゃ速くて、しかもボールは低くて正確。間近で繰り広げられるプロの技に子供たちももう大興奮です。これは嬉しいでしょう。そんな中急遽始まったのは甲斐選手と後輩海野選手によるガチンコ対決。セカンドベース上に置かれたこの小さな的にどっちが早く当てられるかの競争。まずは先行の甲斐選手。いきなりボールまであと10センチぐらいっていう惜しい送球。さすがの技を見せつけると、海野選手をボールあと1個分のこの惜しい送球。いい送球。天王は仰いで悔しがります。甲斐選手の強攻目は これです。これまたボールあと1個分の際どい送球。もう思わずプラトンのあのシーンの悔しがり方で天を仰ぐんです ね。その後も次々に惜しい送球を連発する甲斐選手。意外と当たんないんだ。しかしなかなか的に当たるところまではいきません。すると勝負は意外にも急遽行われる選手同士の熱い勝負も秋季キャンプの大きな魅力の一つなんです。